たかしくんどう？図鑑ナビとか忍び歩きとかうまく使えてる？図鑑はまだ使ってないけどね。うん。ポケモンが近くにいるときに反応する図鑑ナビのサーチモード、すっごく便利だよね。あれ見て見て、たかしくん、なんか変なバタフリー、変なバタフリー、今のはアゲハントかな。違う、今のは変なバタフリーだよ。後で図鑑ナビをチェックしてみなきゃ。あっという間だったわね。あっという間だったな。楽しい時間ってすぐに過ぎちゃうって本当だね。ほら、もうそこが透過シティだよ。たかしくんのお父さん、千里おじさんがジムリーダーを、ああ、マジか、親父がジムリーダーか。私ももう少しポケモンたちを育ったら挑戦してみよっと。じゃあね、たかしくん、またね。マジか。え、なんだろう、これ。お、なにこれ、ちょっと。なにこれ。近くにいるポケモン、アゲハントだって。アゲハント出るの？アゲハント出るんだ。ありだな、アゲハントいた方がいいかも。ちょっと下行ってみるね。なんかあるかも。やったぜ、やったぜ。よし、順調順調。ケムッソ、あ、ケムッソの進化系がアゲハントだ。そういうことだよね。逃げ足。そういえば物拾いなんか回収ないかな。あ、ある、預かる。おお、傷薬、ナイスナイス。こいつありがてえ。これは逃げます。そうだな、さっきそういえばその木の実もあったじゃないですか。木の実はその同じ場所で何回も取るのは禁止しようかなと思います。うん、ちょっと待って、何だろう、あれ、下から聞こえんな。まあけど種棒だろう。うん、種棒種棒、もうこんだけいりゃ十分。あんまりモンスターボールほんと消費したくないんで、この街もこのポケモンセンターに毒されてるのが。ここは透過シティ、自然と人が触れ合う街、透過シティ。はい、透過さんって言いたい。透過さんってなんだっけ。ああ、中二病だ、中二病だ。透過、透過さん、お姉さんだ。うちのミツルはどこまで遊びに行っちゃったのかしら。もうそろそろしだけタウンに出かける時間だっていうのに。しげるのしげる、しげるって言った。あ、みつる、みつる誰だよ。しげるって誰だよ。ほんとちょっと品揃えみたいな。ここでもね、またとりあえず3000円分の購入は認められてますので、うん、きっと強くなる。大事なのはポケモンへの愛情よ。なんかエロいね、この人。エロい。ちょっと後ろ見して。エロいね。無重力スプレー使ってる、使うとポケモンが寄ってこないから、急ぐとき便利なんだよね。お、ハゲてる。ついにポケモンもハゲを採用したか。毒消し持ってるかい？毒を食らったポケモンの HP は戦っている間にどんどん減っていってしまうんだ。
厄介なことに戦いが終わっても毒は消えないからね。冒険に出るときには毒消しの準備をおすすめするよ。ちょっとラインナップ見せてもらおうか。帰ってきた。モンスターボール、傷薬、毒消し層。まあちょっと今は買わないでおこう。まだ300円しかないし。うん。おっす。ポケモンをすでに6匹持っているときに新しくポケモンを捕まえる。するとパソコンのネットワークを通じて自動的にボックスへ送られるのだよ。はあ、自動的にここに送られてしまうんだな、この忌まわしき棺桶にね、棺桶の館にね。まあ、その時はね、ちょっと逃がす際とかポケモン入れ替える時とか入りますので、それまでは本当入りません。よいしょ。よ、インテリ。前に一度勝負してみたけど、さすがにセヌさん強いね。なんというかこう、ポケモン一筋に生きるっていう、のをひしひしと感じたよ。この町の新しいジムリーダーになったセンリさん、譲渡地方のご家族をこっちに呼び寄せたらしいのよね。僕ですけど、僕が超エリートジムリーダーのセンリの息子のタカシです。エリートタカシです。お坊主。僕の顔が水面に映ってる。希望にあふれた輝く笑顔。不安と戦う静かな沈黙。君の顔はどんな風に映ってる？なんだこいつ！いや、僕の顔もすごいよ。戦う闘志、みなぎる勇気、溢れ出すこの感情を今にもみんなに解き放ちたくなるような、そんな表情を醸し出している。行こう。ああ、私もポケモンと一緒に冒険の旅に出かけてみたい。湿った草むらに潜ったり、ゴツゴツの岩山を登ったり、海の荒波を渡ったり、真っ暗な洞窟をさまよったり、それでいて時には自分のお家が恋しくなったりして、旅っていいよね。そうだな。旅はいいぞ。わしも若い時はあちこちの海や山を渡り歩いたものだ。そうだな。旅っていいよな。けど、得手の旅はここからがどんどん鬼畜になっていくのでね。そうも言ってられないんだな。なかなか良い勝負だったよ。はい。またいつでもチャレンジしに来なさい。成長した君とポケモンたちに会える時を楽しみにしているからね。はい。ポケモンたちと特訓してまた挑戦させてもらいます。ありがとうございました、千里さん。親父か。お父さんだね。たかしじゃないか。そうか、引っ越しが終わったんだね。立ち話もなんだ。ジムの中でゆっくり話そうか。さあおいで、たかし。ジムリーダーが親父って珍しいね。なかなか珍しい。それにしてもよくここまで一人で来れたな。なるほど、ポケモンと一緒なのか。じゃあ、タカシも私のようにポケモントレーナーになるのか。それは楽しみだな。僕、ポケモンが欲しいんですけど。君は確か、ミツル君と言ったよね。ポケモンが欲しいんですけどってジムにいたポケモンもらえんの？僕、今日からシダケタウンの親戚のうち、あ、さっき探されてた子供じゃない、これ。一人じゃ寂しいからポケモンを連れて行こうかと思って。でも今まで自分でポケモンを捕まえたことがないから、どうやったらいいのか。なるほど。たかし、話は聞いたね。ミツル君が無事にポケモン捕まえられるか、見守ってあげるんだ。
ミズル君、私のポケモン貸してあげよう。ジグザグマを預かった。わあ、ポケモンだ。モンスターボールはあげるから頑張ってみなさい。ミツルはモンスターボール。おやじ、手にもくれよ、モンスターボール。このタカシにも、モンボを。ありがとうございます、千里さん。なにこの子、かわいいんだけど。タカシさん、僕と一緒に来てくれますよね。わあ、なんか、いいね。かわいい。かわいい男の子だね。タカシさん、ポケモンってこういう草むらにいたりするんでしょ？僕が上手に捕まえられるかそこで見ててくださいね。ふふ、わかったよ。見とくよ。見とく見とく、うん。しかもラルトス、ラルトス出んのここ。頑張れ。お、いいね、いいね、うん。よっしゃ、次、急所当ててしまえ、そこで、急所当てろ、急所引け。急所引け。これ、明らかに今のダメージおかしいな。こいつ、あれだな、捕獲ツール使ってんな。こいつあれだな。うわ、15個ももらったの？マジかよ。ちょっと分けろよ、それ。半分こにしようや。7個ずつしようよ、もう。14個でしょ、あと。7個ずつだったら文句ないでしょ？やった！僕のポケモンだ。タカシさん、ありがとう。ジムに戻ろうよ。開けてよ。うまくいったかい？はい、とっても。千里さん、お借りしたポケモン返します。高橋さん、一緒に来てくれてどうもありがとう。ラルトスを捕まえることができたのはお二人のおかげです。僕のラルトス、ずっとずっと大切にしますね。そうだ、お礼にならないかもですけど、高橋さんのポケモンマルチナビちょっと見せてもらえますか？うっしょと。ミツルはタカシのポケモンマルチナビをアップデートしてくれた。ポケモンマルチナビにプレイナビの機能が追加された。なんだプレイナビ。かわいがれ、あー、あれか、ポケパルレとか、なんだろう、なんだっけ、スパトレだ、スーパートレーニングと、あと対戦のやつとかの、あれだ。そうそう、PSS。ありがとう。本で読みました。僕ずっと前からこうやってポケモンと一緒に、過ごせる時を待っていて、マルチナビのアプリも準備万端なんです。へへ。僕ラルトスと一緒に精一杯頑張ってみます。タカシさんも頑張ってくださいね。お母さんが待ってるからもう行かなきゃ。じゃあね、タカシさん、千里さん。なんかけどこの子ちょっと怖いな。後半怖いな。後半ちょっとおかしくなるタイプのなんかライバルじゃないのこれ。もう負け、こいつにさ、このタカシに負け続けて、力を求めて闇に手を染めるタイプのやつでしょ、これ絶対。将来が楽しみな子だな。さて、タカシ、ポケモントレーナーとして強くなりたいのなら、私のアドバイスを聞きなさい。まずはこの先にある金積みシティに行くんだ。そこでツツジというジムリーダーと戦うといい。そうやって各地のポケモンジムでジムリーダーを倒してジムバッジを集めていくんだ。もちろん私もジムリーダーだ。いずれタカシと勝負するだろう。だがそれはタカシが強くなってからの話だよ。ああ、まだ戦わないんだここで。ほう。あ、行くよ。うん。前に現れてほしいんだ。4つ集められた。4つね。OKOK、了解。これ何タイプなんだろう、この人。閉ざされている。なんだこれ。扉だったんだ。
トーカシティ、なあ、あの人がいないじゃん。オイッスーっていう人。オイッス、このジムはなんとかジムだぜっていう人がいない。これ書いてないかな。書いてねー。強さを追い求める男。カンだな、カン。あとはどこ行ってない、ここ行ったっけ、ここ行ったよね、ここ行ったね、行った、見た見た。で、こっち、ここはミツルの家。ミツル、ミツルの家じゃないよ、これミツルのお父さんとお母さんが買った家だろ。おい、ポケモン捕まえたってすごく嬉しそうに話していたの。あの子のあんな笑顔久しぶり。あ、引きこもりだったからな、ミツルは。うん、たかしくんだね。さっきはみつるの相手をしてくれてありがとう。あの子は生まれた時から体が丈夫ではなくてね。それで少しの間、しだけタウン。もうちょっとなんかしだけタウン言いにくいな。なんか、もうしげっていう、しげ、もうしげるタウンでいいじゃん、もうこれ。もうしげるタウンの方が言いやすい。しげるタウンの私の親戚のうちで預かってもらうことにしたんだよ。あそこはここよりもずっと空気がきれいなところだからね。で、みつるかい？ごめんね、もう出発してしまったよ。今頃はどのあたりにいるかな、どのあたりかな。まあ引きこもりだからね、やっぱり外に出さなきゃいけないよね。うん、ミツルはほんと引きこもりで、ほんとにコミュ障だからな、あいつは。そうやってやっぱりポケモンと一緒にね、旅させることによってそれも解消できるし、うん、それが一番いい、うん、治療法だと思う。うん、付箋が貼られている。暇だったんだろうね。うん、残っている。ああ、もう相当病んでたんだな。ポケモン勝負に勝つためにあなたがなすべき100の修行。最近急げなきゃ、急げなきゃ、いきましょう。まあ、ミツルとはまたどっかで出会うでしょう。うん、どうしようかな、ここ。とりあえず買えるものだけ買っとこうか。最初に3000円全部使っちゃったの絶対バカだよね。やっちまったな。あ、けど変に買い物したらちょっと分かりにくくなっちゃうからやめた。本当はドッケシソを買いたかったんだけど、変に買い物しちゃうとちょっと分からなくなっちゃうから。なし、ここは。買わない、とりあえず。じゃあ、次のところに行きましょう。ポケモン。13か。まだ大丈夫だね。まだ一発受けれるね。104番道路。ちょっとずつ戦ってレベル上げしていった方がいいよな、けど。104番道路。これトレーナー？ポケモンの技で毒や火傷にしたり、眠らせると捕まえやすいよ。なんか誰かいるな。で、上にモンボ落ちてんな。あー、取れないか。どっかから回ってこなきゃいけないな。ケムソ。まあけど逃げ足あるからね、野生は楽だよね、逃げれるし。うん、レベル4まで出てきたか。そろそろちょっとトレーナー戦が怖いところだね。何ここ、ハギ老人。オス、ピーコちゃんは今日も元気じゃの。ピーコちゃん、なんだこれ、なんか入った。よいしょ。キャモメ。キャモメ。キャモメ。もういい、もうキャモメはいい、もう。あ、ちょ、ブロックすな、ブロック。マンツーマンディフェンスはやめてくれ。うわー、もう。
すごいなんか古い家だね。何この落書き。すごい気になるこの落書き。ちょっと麦茶もらおうぜ。うわ、 IH じゃないこれ。 IH 合わねえここの家に。 IH はなんでここ、もっとさかまどとかあったやん。ここなんかバランス悪いな。バランスがもう